キロックコロシアム。さぬきロック公式 YouTube をご覧の皆さん、シンガーソングライターのミーシューです。今回さぬきロックにお呼びいただいたということで本当にありがとうございます。すごく楽しみにしております。さぬきロックの思い出はですね、さぬきロックとか、まあ、香川の思い出はですね、まあ、最初にもう最初にというか、まあ、2年前にそのゲストを呼んでいただいて、まあ、もう初めて香川に来たときに行ってですね、まあ、うどん食わ3杯か4杯ぐらい食べちゃったと思うんですよね。で、その時には天ぷらも一緒に注文していたそうで、あの帰りの飛行機が大変だったっていう思い出があります。本場の人たちはあんまり天ぷらをつけないっぽいですね。理由がしっかり分かりました。お知らせです。1月10日、サード EP 一寸先のあなたがリリースされました。この EP はこの1年、まあ、リリースが1年ぶりなんですけど、この1年すごく、まあ、いろんな感情だったり、葛藤だったり、いろんなものと向き合ってきた中で絞り出された4曲です。楽しく持ってますので、ぜひ聞いてください。そして、ツアーも決定しております。クラブクワトロツアー一寸先のあなたへということで、一番大事、そうですね、あの一寸先のあなたへということで、3カ所でやらせていただきます。香川から近いところだと、大阪で8月19日の金曜日に梅田クワトロにて梅田クワトロにてライブをします。大事だから何回も言いました。そのこもった思いみたいなわっと出すライブにしたいなと思ってますので、ぜひお越しください。改めて今回この記録をお呼びいただいて本当にありがとうございます。今回は弾き語りで出演させていただきます。ツアーの方はバンドで、今回はその記録の方は引き語りで出演させていただくので、ぜひちょっと悲惨な美学なので大したことは言えないんですけども、シンプルなでもその中で思いを込めて演奏しようと思っているので、ぜひお越しくださいということで、すごく楽しみにしております。英雄でした。